こんにちは。こんにちは。ようこそ厚岸町へ。お邪魔します。厚岸の海産物のお侍、海右衛門、明日のスターを夢見る大石ター君、厚岸町のおすすめ教えてください。今回は厚岸町の食文化発信基地、はい、厚岸味覚ターミナル本気霊特集です。本気霊。海右衛門のおすすめは1階展示販売コーナーです。本気霊っていうのは貝の形をした食べ物っていう意味なんですって。1階にはここでしか出会えない厚岸の特産品やオリジナルグッズが充実。お土産にぴったりです。大石ター君のおすすめは、はい、本気霊2階にありますレストランエスカルです。エスカルはバラエティ豊かなメニューが評判。中でも一番人気は牡蠣弁天島丼で、牡蠣の天ぷらが、あー美味しそう。海右衛門とオイスター君のおすすめは、なんだ魚介市場と、はい、そこからちょっと歩いて行って炭焼き炙り屋です。まず魚介市場で新鮮な海の幸などお好きなものを買っていただいて、その場で炭火で焼いて厚岸の旬をいただけるんだそうです。あー、炉端で楽しそう。ここでプレゼントのお知らせです。厚岸の牡蠣エキスを使ったオイスターソース2本セットを抽選で3名の方に。キーワードは CM の後で、お申し込みは HBC のホームページから。北海道の元気は札幌の元気。札幌市の企画でした。厚岸町に来てください。